皆さんこんにちは、こんばんは、のっぴーでございます。本日はですね、鍼治療の日なので、今鍼治療に向かっている最中でございます。今日のこの Vlog、 久しぶりの更新になりますけども、今日はですね、オズモアクションではなくてですね、アルファ6400ですね、これを使ってですね、撮影をしております。で、マイクに関しましては、内部マイクではなくてですね、外部ですね、オズモアクションの時と同じように、オーディオテクニカの AT9901 だったかな、を今使っております。まあ、状況としてはいかがでしょうかね。いやー、今日もでも天気がいいですね。ちょっとフロントガラスがですね、あまり綺麗ではないので、あまり綺麗な状態では映っていないかもしれないです。撮影の状態としましては、フル HD30p ですね、で撮影しておりまして、ハイブリッドログガンマのピクチャープロファイルを使って撮影をしております。今回アルファ6400で動画を撮るのは実は初めてなんですね。で、このアルファ6400はですね、まあもういろんな YouTube の YouTuber の方ですね、がですね、たくさんのレビューをアップされてますので、まあ、詳細についてはそちらのレビューの方をですね、参照していただければと思うんですけども、なんで今までこのアルファ6400を買ってですね、動画を撮ってこなかったのかと言いますと、手ブレ補正がないんですよね、このカメラはですね。で、今使ってるレンズが、10mm、18mm だったかな、というレンズですので、でこれがレンズの方に手ブレ補正がついておりますので、まあ、全く手ブレ補正がないという状態ではないんですけども、まあね、ボディ内手ブレ補正、五軸手ブレ補正がついているものと比べたら、やはりかなりいまいちな点が否めないですよね。まあ、これはしょうがないですけども。で、まあ、手ブレ補正がないので、あまり積極的に動画で使おうという感じがですね、正直なかったんですね。で、まあ、そのためにもジンバルを買ったりとかもしたんですけども、なかなかね、ジンバルを使って撮影となると、やっぱりちょっと気合が入るじゃないですか。そうするとですね、まあそういうタイミングが訪れていなかったというのが、まあ率直なところなんですけども。で、まあ今日はドラレコ代わりとしての撮影なので、まあそんなに気合を入れずにですね、カメラ設置するだけの話ですから、まあとりあえず試しに今日撮ってみようということで、撮影をしております。なので今回動画としては実は初めてですので、まあ、どういう形の映像に仕上がってくるのかというのがまだ結果を見てないので、全然わからないんですよね。で、今、広角端 10mm の方で撮影をしておりますので、APS-C ですから、まあ、15mm 相当ですねの焦点距離の画角になっていると思います。まあこれがどういう感じになるのか、ちょっと結果を見たいところですけども。で、まあ久しぶりの Vlog になりまして、実はじゃあその間何やってたんだっていう話なんですけども、このメインチャンネルの方では特別何もですね、歌っていなかったものですし、なおかつリンクを貼っているわけではないので、これだけ見ている方ですと、まあ分からなかったかとは思うんですが、実はですね、サブチャンネルを一つ、開設しております。こんなに、登録者の方が少ないのにですね、さらにサブチャンネルかよっていうツッコミが入るかもしれないんですけども、サブチャンネルを一つ作りました。で、そのサブチャンネルはですね、ラジログというふうに私が勝手に命名しているんですけども、まあ、ビデオログは、ビデオを
の映像を日記として使いましょうというのが、まあ、ビデオログですね、 Vlog ですね。皆さん一般的に言われている Vlog ですけども、そうではなくてですね、もっと気軽にできないだろうかということで、ラジオログですね、要は音声のみの、まあ、動画というと変なんですけども、ただ YouTube なので動画にしないとアップできませんから、静止画をですね、とりあえず固定でアップしまして、基本的にはもう音声だけという状態ですね、というものをですね、専門でやるチャンネルを一つ設けました。ラジオノッピーというですね、チャンネルを作ったんですけども、で当初のうちはですね、ちゃんと自分の声でやっていたんですけども、棒読みちゃんというソフトがありまして、その棒読みちゃんを使うことによってですね、要は自分の声を使わないでですね、手が空いてる時にテキストで文字を入力することによってですね、まあ、それで撮影じゃないよ、音声を入力することができると、まあ、そういう便利なソフトが、フリーソフトがありましたので、最近この3回分ぐらいですかね、3回4回分ぐらいがですね、棒読みちゃんというソフトを使った収録になっておりますけども、まあ、とにかく音声のみですね、もう完全に何て言うでしょう、映像はカットということですね、もう静止画のみという、静止画がただずっと固定で映ってるだけという。でこのラジオログにすることによってどういうメリットがあるかと言いますと、まあ、動画の規格としては 240p、468ピクセルかな、かける240ピクセルというサイズになるんですけども、この 240p という動画になってきますので、ものすごくデータ容量が小さくなるんですね。そうするとですね、まあ、単純に携帯電話で見ても、まあ、そんなに負荷にはならないのかなと、とにかくそのデータ転送量が非常に少ないというところがですね、まず一つのメリットですね。で、あとはですね、それ以外にもメリットがありまして、まあ、基本的には私としてはラジオという感覚でやらせてもらってますので、耳だけ傾いて、いただければ、目はですね、目と手は他のことに集中していただいて、耳だけ傾けていただければいいというですね、もう本当にラジオそのものですね、という形で、まあ、視聴していただけると、聞いていただけるということですね、そこがメリットになってくるのかなと。ただ残念ながらですね、ツイッターでちょこちょこ更新記録をただ、発表してるだけですので、お二人の方が登録していただいてるんですが、それ以外の登録者というのが実はまだいなくてですね、チャンネル登録者数2人という、致命的な状態にはなってます。ただですね、まあ継続してやっていこうかなと思ってるんですけども、でまあ休みの時ぐらいは、生の声でやりたいなと思っていたんですが、まあ今日こうやってメインチャンネルの方の Vlog をですね、更新しておりますので、ちょっと、ラジオノッピーの方は、休憩させていただこうかなという、まあ、そんな状況でございます。まあ、ぜひですね、興味のある方は、まあ、興味のある方いらっしゃらないかもしれないですけども、ラジオノッピーの方も、手を伸ばしていただいてですね、聞いていただければと思います。でラジオノッピー、今日はもうこの Vlog ラジオノッピーの宣伝ですね、そういう動画になりそうですけども、ラジオノッピーはまあ聞いていただけるとわかるんですけども、まあ音声だけですから、まあいろんな話題をですね、やっていきたいなと思ってまして、特別こういう話題をやります、こういう傾向ですっていうのは設けておりません。で特にこの3回分ほどはですね、棒読みちゃん日記っていう形で展開させていただいてまして、まあ暇な時にテキストでですね、文字を打ち込んで、それをまあ棒読みちゃんに読ませて、それを動画にしてるという、まあ、そういう形の作りをしてますので、どちらかというと時事ネタ的なものがですね、多いのかなと。
であとはまあツイッターとかで、あった出来事ですね。よいしょ。そういったものをですね、動画じゃないや、ラジオログにさせていただいてます。まあ Vlog もね、全然ジャンルがありませんから、Vlog の音声版だと思っていただければと思います。で、最初の頃のラジログはですね、調子に乗って結構長くて15分オーバーの動画がですね、結構多かったです。で、さすがに長すぎっていう話がですね、ツイッターでもご指摘いただきましたので、棒読みちゃん日記につきましては、5分間という縛りを勝手に自分の中でルール作りまして、とにかく5分でまとめるという、そういう構成になってます。それ以外のラジ、棒読みちゃん日記以外は長いです。で、棒読みちゃん日記だけは5分間という括りになってます。そういう作りになってますけども、で、棒読みちゃん日記の5分間って、すごい短いように感じるんですけども、私が喋るよりもすごく、なんて言うんでしょうかね、まあ、テキストで入力しますから、思いつきで喋ってるわけではないものですので、かなり要約している内容になってるんですね。で、しかも、私が喋るみたいに、とか、とかですね、それからとかですね、この今のなんていう言葉もそうなんですけども、そういう無駄な言葉が一切ありませんから、で、テンポよく棒読みちゃん日記は喋ってくれますので、すごいんですよね。あっという間に喋ってくれちゃうんですね。なので、私の15分オーバーのトークよりも、5分間のトークの方が、もしかしたら内容が濃いかもしれないです。残念ながら、まだまだ私の、このトークがですね、至らない点が非常に多いものですので、ね、ちょっと、修行が足んないですね。もう少し要件をまとめて喋られるように、お話ができるようにしないといけないなと思ってるんですけども、まあ、そのぐらい棒読みちゃん日記、文章で、ネタを作りますから無駄がないという部分がですね、非常にいいところです。ちょっと話戻しまして、今トンネルに入りますけども、果たしてどうでしょう、ハイブリッドログガンバ、どんな感じで映るんでしょうかね。ちょっと楽しみですね。で、あとはこのトンネルを抜けた時ですね、今までのオズモアクションですと、やっぱりトンネル抜けるという抜ける瞬間が真っ白になるんですよね。で、それがどういう風な映像になるのか。で、今日はあんまり晴れてはいますけど、ものすごい快晴ってわけではないので、明かりもそんなに強くないですから、まああんまりいいデータが取れないかもしれないですけども、まあ曇りではないので、まあそこそれなりのいいデータが取れるんじゃないかなと。そろそろトンネル抜けですね。あ、結構曇ってるな。結構曇ってますね。結構曇ってましたね。いかがでしたでしょうかね。ちょっと私はまだその動画の状況を見れてませんから、どういう結果になるのかが、楽しみですけども。おー、富士山が微妙にいい感じで頭が見えてますね。あの手前の雲がもうちょっと薄いといいなと思うんですけども、今まだカメラには映って、あ、もう映ってきてますかね。カメラには映ってきてますかね。あの遠くの方に富士山が映ってるかと、今正面あたりぐらいに富士山が映ってるかと思うんですけども、あのね、手前の雲がもう少し少ないといいですよね。で、完全に雲がなくなっちゃうと、それはそれでまた面白くなくてですね、やっぱり微妙に雲はあった方がいいんですよね。いやいやいや、まあそんなことで、Vlog の話からまた、ラジログの話に戻りたいと思います。コロコロ飛んで大変申し訳ないんですけども、まあそういう形でですね、ラジオログ展開させていただいてます。で、その
私の生声でですね、トークをしているラジログの方なんですけども、途中からですね、あるガジェットを使っております。それは何かというとですね、ロードという、音響機器のメーカーがあるんですけども、ロードから発売されていますロードキャスタープロというこのミキサー兼レコーダープラス若干だけど、マイクプリアンプであったりとか、コンプレッサーとかそういった簡単な、エフェクターが内蔵されたもので、もなぜかリバーブはないよみたいな、リバーブもつけてほしかったんですけどね。で、そういったガジェットが実はあのロードから販売されてまして、でもうこの存在はもう半年以上前から知っていたんですけども、残念なことにですね、日本国内で販売されてないんですね。で、一回ロードのホームページ経由で、日本国内はいつ発売されるんですかっていう質問メールを送ってみたんですけども、そうしましたら、英語で、メールが返ってきまして、その内容がですね、すぐにでも発売するっていうような、そういう返答が来たんですね。なので、個人輸入して買うよりかは、ね、国内で正規で販売されたものを買った方が全然いいじゃないですか。と思って、国内販売されるのをですね、待っていたんですけども、なかなかですね、待てども待てども全然販売される雰囲気がなかったんですね。で、しょうがなくあの B&H っていう、サイトがあるんですけども、アメリカのサイトなんですが、そこでですね、個人輸入という形で買いました。で、これはねすごく便利でして、今まであのロードの、ポッドマイクっていう、マイクがありまして、ダイナミックマイクになるんですけども、でこのマイクを使ってナレーションとかを取れる、そういうマイクなんですが、購入したは良かったんですけども、録音レベルが非常に低いんですね。ダイナミックマイクですから、歌を歌うみたいな感じでそれなりの大きな声で喋らないとですね、まともに音を拾ってくれないんですね。でこれはダメだろうっていうことで、あるガジェットを買ったんですね。今ちょっと言葉が出てこないんですけども、クラウドなんとかとかいうところの、装置を買いまして、その代わり 48V のファンタム電源が必要になってくるんですけども、それを使ってですね、収録するようにしたんですけども、ロードキャスタープロはですね、それを使わなくても、いわゆるマイクプリアンプ機能が内蔵されてますので、録音レベルをですね、いわゆるそのコンデンサーマイク並みにですね上げてくれるんですね。で、ナレーションって歌を歌うときと違って大声出さないじゃないですかね。ささやくように喋るっていうところまではいかないですけども、普通に会話で話す程度の声で話しますよね。なのでどうしても声が小さくなるんですね、声の音量がですね。ですので、そういったマイクプリアンプが内蔵されてますと非常にいいんですけども、ただこのマイクプリアンプっていうのがね、実はまともに買っちゃうととんでもない金額するんですよね。で、それでどうしようどうしようって散々悩んでたわけなんですけども、でそういった機能が内蔵されて、なおかつ、いわゆるノイズキャンセリング機能も搭載されてますので、私がいつも使っているその部屋がですね、アクアリウムの関係の水槽がいくつもあって、いろんなモーターが動いてるんですね。なので、普通の部屋と比べたらかなり騒音が鳴り響いてるんですね。なんですけども、そのロードキャスタープロを使ってそのノイズリダクション機能もオンにして撮りますと、本当にノイズが入らないんですね。で、これはね、よくできてるんですよ。もうあの1台があれば、そのロードキャスタープロとロードの
ポッドマイクっていう、まあ、1万数千円で買えちゃうマイクなんですけども、このセットがあればですね、もう他の機材いらないかなと。で、ロードキャスタープロはですね、マイクロ SD カード32ギガまでのものを内蔵することができるようになってまして、それを入れることによってですね、当然ながらレコーダー機能がついてますので、音声収録することができるんですね。で、4チャンネルございまして、マイクを4本つなげることができます。いわゆる対談用の装置としても使います。で、マイクを4本使うってことは、当然ヘッドホンも4本させなきゃいけないわけですよ。で、当たり前のようにヘッドホン端子も4本ついてます。で、あとそれ以外に、携帯電話での対談用、要は電話で話し、相手が電話でかかってきた場合、その電話でのやり取り、こっちは、普通にマイクを使ってですね、ロードキャスタープロを使ってマイクからの入力、相手は、携帯電話からの音声の入力っていうようなパターンも可能です。で、あとは Bluetooth 機器の入力ができたり、あとはポン出しっていう機能がありまして、例えば、ピンポンピンポーンとかですね、そういった機能ですね、歓声とか拍手とか、そういう効果音を入れるためのものなんですけども、そういったポン出し機能っていうのがありまして、それが、8個登録できるようになってます。で、そういったものものの機能がついてですね、10万しないんですね。多分本体だけ買ったら6万ちょっとぐらいじゃないかなと思うんですけども、ただね、アメリカドルによる決済になりまして、個人輸入ですからいろんな税金がかかるんですね。輸入税みたいなものが入ってきたりとかいろいろありまして、で、あと、このキャスタープロを買うときに、そのロードキャスタープロを入れるための、ケース、持ち運びするためのケースがあるんですけども、すごい頑丈にできたやつですね。で、それも一緒にセットで買いまして、なんだかんだで10万5、6000円 ?6000 円、7000円ぐらいかな、の費用がかかりました。まあ、ただそれでもね、十分それだけの価値はあるかなと私は思いました。今まで普通にマイクを使って、ヤマハの AG03 っていうUSB のね、音声入力用のやつがあるんですけども、それを使って、iMac の方に音声入れてパソコンで編集してってやってたんですけども、結局室内で、まあ、やる場合にはまあそれでいいんですけども、それを持ち運びしようなんてことになったらとんでもない、機材になっちゃうじゃないですか。で、それがたった1台で全部収まっちゃうんですね。で、収録も結局そのロードキャスタープロ単体で収録したものを、マイクロ USB じゃなくて USB Type-C の端子がついてますので、それを iMac につなげてやることによってデータを簡単に転送できちゃうんですね。というメリットがありまして、非常に便利なんですよね。で、私個人的にはですね、まあ、マイクロ USB に音声が収録されますので、まあ、マイクロ USB カードをですね、抜き差ししてやればいいんじゃないかっていうのもあるんでしょうけども、あんまりカードをですね抜き差しするのって実は個人的にあまり好きじゃないんですね。やっぱりああいうね、電子接点のあるものを年がら年中出し入れしてると、どうしても経年劣化が発生しますので、まあ、できればあんまり出し入れはしたくないな。で、特に毎日収録するということになりますと、毎日出し入れじゃないですか。と、あっという間に寿命も来る可能性がありますから、まあ、できればケーブル挿した状態でね、できればいいなと。で、もっとよく言えば本当は無線でできたらもっとよかったかなと。で、音声データなので15、6分話しても大したことないんですよ。150メガとか
そんなもんしかないんですね。なのでまあ普通にね、Wi-Fi でつなげられてもそんなに大した時間かかる容量ではありませんので、まあ、できれば Wi-Fi 対応してくれたらもっと良かったかなという感じはします。まあ、そこまで言っちゃうとね、どんどん消費電力も増えていっちゃいますし、金額も上がっていっちゃいますので、まあ、その辺は、費用対効果というかそういうバランス的な部分でしょうがないのかなという感じはしますけども、まあ、どちらにしましても非常に便利ですね。でボタンがですね、ボタン類がすごく少ないんですね。液晶画面がありまして、その液晶画面がタッチパネルになってるんですね。でそれで、基本的な操作はほとんどできてしまいますので、非常にシンプルですね。個人的にはあのガジェットはですね、あの音声収録されてる方には本当におすすめしたい。特にあの対談をやられる方、 YouTuber の方で、対談をやられる方でしたらあれはすごく便利ですね。携帯電話の音声がああいう風にできるとはちょっと私も想定外だったんですけども、ああいう作りがあるといいですよね。あとはオフ会とかでですね、人数が集まった時に収録するのにはあれは非常に便利ですね。という形で今小田原駅の、新幹線口の方に、もうすぐ信号の向こうが駅なんですけども、ところまで来ました。そろそろそのいつも私が通っている針治療のところのですね、止めてるコインパーキングまで近づいて いるところですけども、今何分ぐらい話してますかね。ちょっとすいません、画面が小さくてわかんない。あ、もう29分。あ、結構喋ってますね。ということで、もう30分になりますので、そろそろこの辺りで、終わりにしたいと思います。また次回もですね、ちょっと更新がしばらく止まってましたけども、お楽しみにいただければと思います。それではまた。